年期からは絶対に直してほしい猫背のケア方法について。こんにちは、更年期トータルケアインストラクターの永田恭子です。今回のテーマは猫背です。更年期からは絶対に意識をして直していただきたい猫背の対策ケア方法をご紹介していきます。一緒に体を動かしていきましょう。まずはどうして猫背じゃダメなのということについてです。猫背ってとっても一般的で、多くの方がこう猫背ですよね。猫背の方見かけたことあると思います。また私たちもこう気づけば猫背の体勢で生活をしていた、そんなことがあるのではないでしょうか。あまり深刻に捉えられないんですけれども、だけれども実は猫背は万病のもとなんです。まず猫背だと背中が丸まっている分、この背中の上の方の血流が悪くなりやすいです。そうすると肩こり、首こり、頭痛などの原因になります。それだけではありません。前かがみの姿勢で長いこと生活をしていると、私たちのここにある肺がぐーっと圧迫されています。要は酸素が取り込みづらくなっている状態で、猫背の状態だと実は非常に疲れやすくなるということがあります。さらに猫背のまま10年、20年、30年と過ごしていくと延廃というふうに言うんですけれども、脊柱が丸まったまま固まってしまうんです。よくおじいさんおばあさんで背骨が丸まって、そしてこう顎が上がって生活をしていらっしゃるという方見たことがあると思います。あれは実は猫背の延長線でなっているんです。そうなるとバランスを取るのが難しくなってしまって、転倒をするリスクが上がってしまったり、また顎がどうしても上がってしまうので、食事を食べるときに誤嚥といって食事が気管に入ってしまう、そんなリスクが高くなってしまいます。さらに怖いのは前傾しているこの重みに背骨が耐えられなくなって潰れてしまう圧迫骨折につながることも分かっているんです。なので私は猫背だなという方は仕方ないのよねではなくて、今日から少しずつ改善していくようにしていきましょうというので、猫背を解消していく、そんな体操方法をご紹介していきます。一緒に体を動かしていきましょう。それでは猫背の対策ケア方法を一緒に行っていきましょう。まず一つ目はほぐす、そして二つ目は形を覚えさせる、そして三つ目は日常生活の中に定着させる、このステップで行っていきます。まず一つ目、ほぐす動きからです。一度両方の手を肩の上に乗せてください。そしてこの肘をですね、ぐっと後ろに引きます。戻します。後ろに引きます。戻します。これをですね10セット繰り返していきましょう。いきます。10、9、8、7、こう1回ずつですね、肩甲骨と肩甲骨をぐっと寄せるようにしてですね、動かしていきます。はい、OK です。ではですね、2つ目の動き、形を覚えさせるということです。一度ですね、両方の手を前に伸ばしてください。でそしてこの手を頭上方向に伸ばします。でできる方はですね、ここからさらに二の腕が耳より後ろに10センチいくくらいですね、ぐっと後ろに引いていきます。結構背中の上の方の筋肉キューッと使ってるのが感じられると思います。ではこの状態から手のひらを一度後ろにくるっと返していただいて、でこの指先が後ろ遠くを通るようにして下ろしていきます。いかがでしょうか。肩周りすっきりしたっていう感覚があると思います。そして肩が今自然に後ろに引かれているという感覚があると思います。でもしですね、肩が痛くってこう今の動き、腕を上に上げてという動きができないよという場合はですね、一度その場で手のひらを正面に向けてください。でそしてそのまま
小指が正面を向くようにぐーっとひねっていきます。でこの状態から腕を後ろに引くというのをですね、試してみてください。後ろにぐーっと引いて5秒間キープしていく。肩甲骨と肩甲骨をぐーっと寄せていくようなつもりでキープするというのをですね、ぜひ行ってみてください。でそして、最後の仕上げです。日常生活への定着についてです。まあ、どうしても私たちですね、普段生活しているともう猫背の体操をしている時とか、この動画を見ている時は猫背気をつけようというふうに意識が向いているんですけれども、だけれどもしばらくするといつの間にか猫背という場合もあると思います。そんな時にはですね、この方法をぜひ覚えてみてください。このような荷物を持つ時に、私たち普段このように持っていると思います。でそうするとどんどんね、肩が前に入りやすくなってしまうんですけれども、一工夫で腕の向きを変えます。腕の内側が外を向くようにして、こう荷物をね持つという風にしてみてください。でそうするとこう肩が内巻きになることができないので、こう猫背の予防を解消効果があります。ぜひ試してみてください。というので今回は猫背の対策ケア方法をご紹介していきました。とっても簡単な方法ですが、猫背をケアすることで快適な体が作られていきますよ。更年期はザ・チェンジオブライフです。人生を楽しむ心と体の土台作りの期間にしていきましょう。それでは今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。